これ僕ちょっとまとめたんですけど、活発になってきた理由というのは、はい、まあ何度も出てきてましたけど、今もう優秀な大学生のとこまで来ちゃったんで、別にこれ以上博士号とか教授レベルの言語モデル出てこなくても、まあ今のを使えばいいよねというところになったんで、はい、企業がファインチューニングするなり、それからラグを使うなり、それからコンテクストウィンドウを使うなりして、うん、えっとやっていこうということが聞きました。 広がってきたということですかね。まあまあ、ファインチューニグの場合だと小さいモデルの方が安くて早いとか、それとあと個々の業界や企業とに独特なボキャバリーとか使い回しの用語とかあるので、だからようやくなんか、 社内文章を要約するのを大規模言語モデルでやるとなんかあんまり性能が上がんないけども小規模のモデルで社内で使われてる言葉も入れちゃえば要約ができるようになりますよということですね。これもまあまあ、うん、コンテクストウィンドウズでもできるかもしれないし、うん、ラグでもできるかもしれないですけど。で、あと小さいモデルを組み合わせることで大きなモデルと同等の性能になるかもしれないということですね。あと何度も言いますけどぐるぐるモデル。 これのためにはやっぱりファインチューニングとかやった方が、まが、あ、コンテクストウィンドウでもいいですけど、やった方がいいんじゃないかという、まああ。確かに、これ、ようやく業界ごとの独特なボキャブラリーの要約とかは、うん、ファインチューニングいいかもしれない。そうですね で、一番最後の SEO から AEO で、これはちょっと、えー、SEO、Search Engine Optimization ですね。検索エンジン最適化というふうに、Google、うん、の検索に引っかかりやすいようにするにはどうすればいいのかというノウハウなんですけども、それを今みんなどの会社でも使ってると思うんですけども、Google 検索自体をあんまり使わなくなるんじゃないのかなと、OpenAI の SearchGPT であるとか、パープレクシティであるとか、うん、そういうチャットボットを使って検索するようになるっていうのが、これからの大きな流れなんで、で チチャャッッッットトトトボボは別の言い方でアンンンサーエンジンとか呼ばれるこれは、パープレクシティの人たちがね、自分たちのことをアンサーエンジンって呼んでるんですけども、うん、チャットボットに一番自分たちに都合のいい情報を表示してもらうには、自分のところの商品名であるとかね、そういうのがすぐに表示してもらうにはどうすればいいのかっていうのが、これから話題になってくるんだと思うんですけども、それから、まあ、アンサーエンジンオプティマイゼーションみたいなのがこれから進んでくるんじゃないのかなと思うんですけど、じゃあ、具体的にどうすればいいのかというときに、自社 開発の計量モデル上で消費者との対話が行われるじゃないですか。一回で消費者の言いたいことが分かんないで、こんな商品おたありますかって聞かれて、すぐには出てこなくて、どういう商品求めてますかって何回も何往復かやってるうちに、だん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 消費者の知りたいものが分かって、あ、それだったらこの商品がありますよ、みたいなことになると思う、うん、一,一発では出てこなくて、往復何回もすると商品絞り込めるということがあると思うんですけども、そういった対話のデータをそのまま自社の 軽量モデルに入れてですね学習させて、こういう風なニーズを持ってる人にはどういう風なマーケティングメッセージを出せば、割とすぐ理解してもらいやすいかと。彼らが求めてる商品の機能とかをどんな風な文章で表現すればいいかということを言語モデルに考えてもらって、その言語モデルが考えたマーケティングメッセージをウェブサイトに表示していくと。そうすると次は大手の一般的なチャット GPT のような言語モデルがですね、サイトをどんどんスクレープしていくと。 ネット上のデータをでも取っていく中で自社が発信したマーケティングメッセージを学習していくので今度チャット GPT に消費者が質問した時に割と 自社商品をポンと紹介してくれるという風な流れになるんじゃないのかなという仮説なんですけど、これまだやってるとこそんなないと思うんですけど、そういう風な感じでアンサーエンジンオプティマイゼーションの時代になっていくんじゃないのかなっていうことがちょっと一部で言われ始めてきてるという感じですね。これまだ全然そういうビジネスもできていないし、こんなことを大きく言ってる人はいないんですけども、こういうことを考えてる人がちょっと始めてるということですけども、エンドさんこれどう思いますこんな風な時代になっていくと思いますああ、これ、 面白いなと思って聞いたん。そうですよね。まあ、ね、SEO が効かなくなるというのは、もう。うんうん その通りでシリコンバレーに住んでる人が SEO の会社が見売りし始めたみたいな話をしてたんですよね。もうこのままだとだめなんで、今のうちにどっかで買ってもらおうということで、買ってもらってるという話がいくつか出てきてるということは、シリコンバレー在住の人がなん Facebook かなんかで言ってましたですけど。そもそも Web 中のデータを使って学習させるみたいなのは、今後どんぐらい送りうるのかなみってなって。 基本的な知性を獲得するために Web 中のデータを使って学習しました。でもノイズも多いですみたいな、それでそこをスパムみたいな記事ばっかりだから、そこの質を高めることで知性を高められるみたいな話があったと思うんですけれども、それである程度知性ができたら、こういうマーケティングなデータを使って学習させるための理由というかメリットがあんまり。 ななくくってくるんでそれこそウェブ全部を使ったラグみたいな,なんかそういう情報をいかに取ってくるかっていう話に変わるんじゃないかなと思うんですよね。まあその中で例えばネット上のデータを全部ラグで検索するようにできるようにするプロジェクトとかあると思うんですけれども多分そういう文脈に乗せながら AI に対してどういう情報を提供すると効果的なのかとかそれこそ消費者に。 刺さるたために何をどう載せたらいいのかみたいなところのなんかこうフィードバックループみたいなのが回り始めるなんかそこもセミニアになりそうですけどねうん、うん、その業者側はうまく売るような情報を提供したいですしうん,、うん、なんか別のパーフレクシティみたいなの分かんないですけどうん、うん、そういうエージェント側はそれをできるだけ公正に評価したいみたいな形になってくると思うんでななんかまたそこのセミニアが生じるのかなみたいな,なんかそんなイメージを まあ、SEO もそうですもんね。SEO に特化した、まあ、チごっこみたいなのが行われてますよね。あまりにも SEO ばっかりで、内容ないことを SEO で上の方に表示されるようになると困るので、Google はリストアップするときのアルゴリズムをどんどん変更していって、 SEO 業者が追いつかないような感じでどんどん変えていったりしてますので、そ、ま、う、あ、いうイタチごっこはアンサーエンジンオプティマイゼーションでも起こるのかもしれないですよね、うん、そのイタチごっこのベースに使う、その AEO 業者、SEO みたいな業者の AI と、パープレクシティみたいな、そういう検索エンジンというか、エージェント側のベースに使う AI の勝ちこさ勝負みたいになるかもしれないですね面白いですね。<laughs>